腸活ダイエットの専門家の私が腸内環境の検査を受けてみました。その結果も最後にお伝えしていきますね。このチャンネルでは腸活を通じてあなたが健康で綺麗に痩せるための情報をお届けしています。ぜひチャンネル登録していただきましてお役立てくださいね。では早速本題に入ってまいりましょう。では一つ目の項目です。なぜということで、今回なぜ私がこの検査を受けたいと思ったのかというその理由があるんですよね。実はこの検査をすると女性ホルモン、まあ、代表的なエストロゲンに似た効果を持つ成分が私の腸内で作れているのかいないのかが分かると聞いたからなんですよね。わあ、もう気になると思ってもうすぐね申し込んで検査してみたんです。で、私たち女性にとって大事なこの女性ホルモン、まあ、主な代表のものはエストロゲンですよね。このホルモンがあるからこそ私たちは脂肪を燃焼してもらったり、また内臓脂肪の蓄積を抑えてくれたり、そして悪玉コレステロールを抑えてくれたりっていう、こんなねいい恩恵を受けているわけですよね。ただいかがですか。私もそうなんですけども、まあ、30代超えてくるとこうどんどんこの女性ホルモンの分泌がもう減っていって、もうほとんどね出てませんみたいな、まあ、状態に私たち年を重ねるとなっていくわけですよね。ところがこの今からお伝えする女性ホルモンに似た成分が私の腸内で作ることができていたら、この恩恵をですね私はずっと受けることができるということなんですよね。で、その成分とは何かというとこちらです。エクオールというものになります。このエクオールというのは先ほどお伝えした通り、その誰でも作れるわけじゃないということなんですよね。で、もし作れているとしたら、その私たちが食べる大豆ですよね、大豆製品の中に含まれるイソフラボンからその腸内細菌エクオール酸性菌という菌がもしいたらですよ、このエクオールを作ってくれるという、そして体内で女性ホルモンに似た働きをしてくれるというのがこのエクオールなんです。ただですね、このデータ経過がすごいんですけども、私たち日本人の2人に1人しか作られていないっていう結果が出ていて、しかもいくら作れてますよって言われたとしても十分な量を作れてる人っていうのはたったの4人に1人っていう、このなんかこう狭き門みたいな、なんか難関大学を入学するみたいなね、そんな勢いだなと思って私びっくりしたんですね。そこで、え、私これ作れてるのかなってとっても気になって私どうなってるのと思って今回受けてみたんです。そしてそもそもエクオールがなんでこんなに作れていない方が多いのかっていう、そのねその3つのタイプに分かれるそうなんですけども、作れてない方とか、もしくは作ってる量が少ない方っていうのは、タイプ1はもともとあなたの腸内にこのエクオールを作るエクオール酸性菌っていうこの細菌、腸内細菌が住み着いていない方っていうのはやっぱり作れないそうなんですよね。で、また2つ目、エクオールのこの酸性菌が、まあ、いるんだけど非常に数が少ない方っていうのはやっぱり十分にそのイソフラボンを食べたとしても変換できないからエクオールが作りにくくなっているっていう方が2つのパターンですよね。で、3つ目のパターンはですね、他の菌に邪魔されて十分活動できてない。これはね、もう明らかに悪玉菌の影響かなって私思ったんですよね。いくらこのエクオール酸性菌がいてくれてるのに、他の悪い菌たちがあまりにも多いためにこの子が活躍できてないっていうね、かわいそうな状態、まあ、要するに腸内環境が悪い方っていうのはもともと持ってるのにもかかわらずうまく作れていないんだなっていう、この3つのタイプがいらっしゃるそうなんですね。なのでこのエクオールのポイントはやはり女性ホルモンに似た働きをしてくれるわけですから、エクオールが作れていらっしゃる方というのはやっぱり痩せ体質になりやすいということがわかるなと思ったんです。では2つ目の項目です。何をということで、今回私がこの腸内の環境を検査したキットというのがありまして、こちらになります。見えますでしょうか。こちらはですね、郵送検査になるんですよね。
エクオール検査ソイチェックということで、女性ホルモンの働きを助ける物質エクオールが体内で作られているかどうかを測定しますということで、作れているかどうかの測定ですから、この菌があなたの腸内にいるかいないかが分かるわけではないんですね。作れているかどうかが分かるわけです。ここがちょっとね違うところですから気をつけていただきたいと思います。ちょっと中を開けてみますと、あのキットが入ってまして、私はこちらネットで注文したんですよね。そしてあのネットで検査をするパターンと、ネット環境がない方はもちろん郵送するパターンとあるんですけれども、いずれにしてもあの簡単な尿検査なんですよ。尿を取ってそれをこの入っている返信用の封筒に入れて送るだけで、郵送の場合は結果に2週間ぐらいかかるそうなんですが、私はあのネットでしましたので、もう1週間ぐらいであっという間にネットからまた検査のね結果が届いたというわけで、この結果発表は最後いたしますので、お楽しみにお待ちくださいね。でこちら体チェックということで、いろいろねその検査の、まあ、内容が書いてあるこういった資料もありますし、まあ、エクオールに期待される効果ということで、このまあ痩せ効果ももちろんあるんですけれども、シワの改善だったり更年期症状の改善だったり骨密度の低下をまあ抑えてくれたりとかですね、男性の方にもいいあの影響ありますよとか、まあ、とうとういろいろ書いてあるんですよね。そしてその検査の方法の、まあ、手順の紙もこちらにありますから、もうほんと簡単にできましたので、ご興味がある方はね私と同じようにされるといいかなと思います。では3つ目の項目です。どのようにということで、今回はいよいよ私の測定の結果発表と、そしてこのエクオールをしっかりと作るための具体的な方法をあなたにもお伝えしますから、もちろんそのエクオール酸性菌がいるいないとか作れているいないにかかわらず、こういったことをすることで女性ホルモンと似た働きをあなたもつけることができるんですよっていう具体的なね方法をお伝えしていきますので、その結果とか今の状態に一喜一憂する必要はありませんということです。ではまずですね、私の結果発表をお伝えする前に、その結果がですね、あの通信簿みたいにあの5段階あるんですよね。レベル1からレベル5まであるんですよ。そしてまず、まあ、低い方からですねお伝えすると、レベル1の方っていうのはほとんどエクオールを作れるその菌が活動していないために、判定としては×になるそうです。もうほとんど作れていない、まあ、0とかね、もう本当にちっちゃな数値の方はダメでしたという結果。そしてレベル2の方は0じゃなかったと、エクオールは0じゃないんだけども、まあまりにも少ないか全然活動してくれてないために作れていない可能性があるので、ここもやっぱり十分なエクオールを作れているとは判定はできませんということで、このレベル1と2の判定が来た方っていうのは残念ながらエクオールの量は足りてないということで×なんです。そしてレベル3からはね、まあ、だんだん良くなるんですけども、活動はしてるよと、でもやっぱり量がまだまだ少ないので十分な量の基準値には足りてませんよ、もうちょっと腸活腸内環境を整える活動をして頑張りましょうねっていう、まあ、この三角のレベルがレベル3番です。そしてレベル4からは、まあ、通信簿で言えばですね、まあ、4、5っていいじゃないですか、それと同じで十分に活動できてますよっていうことで、ここも丸なんですよね、もう十分だって。あなたもいかがですか、お子さんの通信簿で4とかもらったらね、まあ、5じゃなかったけど4、うん、十分十分って褒めてあげませんか。それと同じぐらい4って素晴らしい数字です。そして5はとてもよく活動してますよっていうことで20丸なんです。なのでレベル5がもちろんいいんですけれども、このレベル5の方っていうのは全体のたったの 4% だそうですから、もうこの方々っていうのは本当もともとねエクオール酸性菌がまあそもそも多く持ってる体質の方もいらっしゃるでしょうし、まあ、それぞれなんですけれども、実はその検査を受けたあの半分以上がレベル1だそうなんですよ。先ほどお伝えしましたよね、2人に1人しか作れてない、そこなのでレベル1だったからといって、はあ、私ダメなんだって思う必要はないですし、この検査結果あの私この、まあ、検査の紙も見ましてホームページも調べてみたんですけれども、その結果で一喜一憂する必要はありませんっていうね趣旨のことが書いてました。なぜかというと、このエクオールってですね作ったとしてもその体内に
1日とか2日ぐらい経ったらほぼいなくなっちゃうんですよね。なので常に作る状態をやっぱり保っておく必要がある。そのためには腸内環境を整えることが一番ですよってことが書いてあったんですね。なのでその具体的にする方法をこの後お伝えしますので、お楽しみにされててくださいね。ではここから私の結果発表ということで、実はですね、私この検査を受けるときすごく興味があって、わー作れてたらいいなって、この菌がいてくれたらきっと作れてるから楽しみだなって思う反面、いや待ってって、もしもこの菌をその腸内環境に取り入れる機会が今までなくっていなかったらどうしようって思ったんですよね。って、それも一つちょっと怖かったっていうのと、またもしいたにもかかわらずですね、それよりももっと嫌だったのが、私の中にいたのにもかかわらずですよ、作れてないよ十分にみたいな、このレベル2-3とかだったら嫌だなってね思ったんですよ。私こんなに腸活腸活ってね、大声でね、毎日お伝えしている立場の人間とはしとしてはですね、うわーこれなんか責任重大だなと思って、そっちの方がやっぱりね実は内心怖かったんです。なのでどうしようかなと思ったんですけれども、今回晴れてお伝えできると思います。では私の測定結果はダダ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 ダ、どれでしょうか。じゃん、レベル4でした。でこのレベル4もそのエクオールの含まれている量の幅が結構幅広いんですけれども、結構レベル5に近い方の数値いただけてたので、よかったなっていうことで、通信もで言えば5に近い4みたいなね形だったんですよ。もうありがたいなと思いました。もうまず何がありがたいって、このエクオールを作る腸内細菌が私の中でちゃんと住み着いて作ってくれてたんだな、もうありがとうですよね。もうそれは感謝、ありがたい。だけれどもやっぱり体質的なものとか、生まれ持ったそのエクオールの作る菌をたまたまその腸内に入れる機会がなかった方っていうのもやっぱりいらっしゃるから、それはそれでねやっぱり仕方がない部分ってあると思うんですね。でもです、そんな方でも大丈夫ですよ。きちんとこの女性ホルモンの働きをね活性化する方法がちゃんと腸活でありますから、この動画の最後今からお伝えしてまいりますので楽しみにお待ちくださいね。ではここからこの痩せる、ね、女性ホルモンに似た働きをするエクオールを作ることがそのできる人の特徴ということで、このソイチェックさんのホームページの方でも出てましたので抜粋してお伝えしたいと思います。1つ目、大豆食品をよく食べる方。2つ目、睡眠時間が8時間以上取れている方。3つ目、食物繊維を普段から多く取ってらっしゃる方。4つ目、ほぼ毎日運動をしっかりしている方。5つ目、タバコは吸わない方ということで、いかがですか。あなたはいくつ当てはまりますか。私はですね、実はちょっとここ最近この2番、睡眠時間8時間以上、ごめんなさい、なかなかねここ取れていないなってちょっと反省しているところなんですけれども、あとはもうほぼもうねタバコも吸います、ここはもうほぼクリアなんですけれども、もちろんちょっとこの2番だけはね、8時間睡眠もなるべくね、もう何としてでも取ろうって思う日を週に1日2日ね取っていきたいなと思ってるんですけれども、とにかく作れる方の特徴っていうのはこういった1番から5番の方をクリアが、5番のね項目をクリアできている方が多かったというねデータ結果が出てるそうです。では具体的なそのエクオールを作れるようになるための方法をお伝えしていきますね。それは大豆製品を毎日必ず摂ることなんですね。毎日の取り組みということで大豆食品を摂取、例えば納豆でしたら1日1パックで OK ですし、納豆が苦手な方は例えば無調整豆乳をコップ1杯 200ml 取ってみる、まずはこういった簡単なことからなんとかですねその毎日大豆製品
を取る、まあ、工夫をですね、知っていただきたいなと思うんです。もちろんその大豆製品っていろいろありますよね。ありがたいことに納豆や豆乳だけではなくって、例えばきな粉とかもそうですし、お味噌汁もそうですよね。でまたお豆腐でもいいわけですし、その大豆テンペとかこう発酵したね大豆豆のものもありますし、その蒸し大豆でも乾燥大豆でも豆巻き用の豆ありますよね。もう何でもよく考えたら大豆製品っていっぱいいっぱいいっぱい種類がありますから、まあ、飽きないようにですね、工夫しながら日々のあなたの食事に大豆製品をとにかく取り入れてみることから始めてください。そうすればしっかりとエクオールを作るもと大豆イソフラボンが取れて、あなたの腸内環境が整って、結果そういったものが作れる環境をあなたご自身のね取り組みで可能にすることができると思います。では私腸活ダイエットの専門家の立場からあなたに最後メッセージをお届けしたいと思います。この検査は、まあ、あくまでも検査ということで、その時の状態ですよね。今回、まあ、私はありがたいことに検査結果丸だったんですけれども、もしかしたらですね、私だって過去の私と同じようにですよ、腸内環境を汚すような食生活をしたり、生活習慣が乱れていたり、そういったことをもし私がしたら、きっとレベル4取れなかったと思うんですよね。でまたもともとこの酸性菌、エコールの酸性菌を持ってない方もいらっしゃいますから、そういった方で、ああじゃあ私ダメなんだって、年齢とともに女性ホルモンの似た働きをするエクオール取れないんだってこう落ち込まなくてもいいんですよってことです。お伝えした通り、エクオールはいくら作れててもすぐね体から1日2日経てばいなくなってしまうわけですよね。常に作らないといけないものなんですよね。ですからそのためにはやはり大前提は腸内環境を整えるお食事、先ほどは大豆とお伝えしましたけれども、大豆だけ食べておけばいいのかって、そんなことなかったですよね。作れる方の5つの特徴ということでもお伝えした通り、総合的にやはり腸活に取り組む必要があるんですよね。逆に言えばこの腸活に取り組んでいらっしゃれば、そういった環境を常に大事にですよ、いい状態で作ることができるわけですから、あなたもご一緒に私とね腸内環境を整えていく活動を続けていきましょうね。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。